天性が悪かった。悪いなんや、めっちゃ可愛かったよ。可愛すぎて逆に、うん、俺の息子が持たへんかった。何言ってんの。はい、皆さんこんにちは。東京美容医科の佐藤です。僕はお金持ちの息子です。麻生先生ってもともと小さい頃にバイオリンを習ってたけど、途中でちょっと挫折して大人になってから今極めてるじゃないですか。うん、そうです。匠さんってなんかまだちょっと大学生忙しいと思うんですけど、趣味とかってあるんですか？ちょっと今大学が授業もう春休みになってないんですけど、ピアノやりたいなと思ってて、まあ、なんか僕らがやってんの見ていいなと思ってきたね。まあ、そうではないねんけど、ないんかい。なんかピアノやってる人って、うん、すごいもうお金持ち感すごいなっていうのをオーラを感じちゃって、親父が送ってきた TikToker さんとかさ、別にお金持ちじゃないでしょ。違うけどやっぱお金持ちっぽいやん。もうパララン、パララン、パララン、みたいな、うん、ああいう風に弾けるようになりたいね。だからさ、高校の時ピアノ習わせてあげてさ、うん、あれ続けとったらよかったね。ちょっとでも15分でも20分でもさ、毎日ちょっとずつでもずーっとちっちゃいことを積み重ねていく能力が岩をうがつね。でもあの先生が悪かった。悪いなんや、めっちゃ可愛かったよ。可愛すぎて逆に、うん、俺の息子が持たへんかった。何言ってんのよ。ちょっと持たへんかった、マジで。意味わからん。受け狙いせんでいいねん。いや、ほんまにあれ可愛すぎる。可愛いピアノの先生雇ったら、うん、やる気出すかなと思って、音大に、あの、可愛い、あれは可愛すぎるわ。ほんまに可愛かった。もうなんか、まあ、高校生やからさ、緊張してさ。ちゃうねん。もう手がこうやって、うん、ピアノこうやってあるやん。うん、こうやって、こうだよとかじゃ、もう息子、ああみたいな、もう。お前大変よ。お前バカだよ。で、今回ちょっとそれがもう持たへんくて、それでやめたのピアノ、うん。もう今大人になったから大丈夫。もう耐えれると思う。俺の、うん、成長したから。じゃあもうおばさんのピアノ。あ、それあかん。やどうか。あかんかい。あかんの。うん。じゃあ分かった。このチャンネルでたくみくんにピアノ教えてくれる子を募集しましょうか。うん、あ、もうある程度可愛いぐらいがいい。それ男女問わずじゃなくて女性。あ、もう女性オンリーで。はい。女性オンリーで可愛い子で。ピアノを教えてくれるピアノの先生を、はい、ちょっとずつ続けることが大事だね、うんうん、できる？もう無駄なお金やからね、あんた途中でまたやめたら。大丈夫、任して。ピアノやりたいの、ね、やりたい。じゃあここにピアノをやる決意を、はい、発表してください。あの、僕と付き合ってくれるピアニストを募集します。お金はいくらでも払いますんで。いや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 、もうぜひとも教えてください。いやいやいや、俺が払うんやから、うんうん、それはもう相場通りですよ。いくらぐらいの？わからないけど、とりあえずピアノの先生募集します、うん、お金持ちの息子のピアノの先生、できれば可愛い子、容姿端麗な、お姉さん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 で、年下じゃなくて。あ、それは無理。もう年下はもう俺、うん、息子持たへん、うん、何言ってるか分かれへん、うん、はい、うん、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。待ってます。前習ってた先生でよかったよ。あ、それもあるね。